グローブ・カール・キルバートは、アメリカ合衆国の地質学者である、ニューヨーク州のロチェスターに生まれた。ロチェスター大学を卒業し、ジョージ・エム・ホイラーの地理調査に加わり、1874年から1879年の間、ジョン・ダブル・パウエルのロッキー山脈の調査隊に加わり、ザジオロジー・オブ・ザ・ヘンリー・マウンテンズを発表した。1879年に、 アメリカ地質調査所が設立されると上級地質学研究員に任じられアメリカ地質調査所で働いた。1890年に更新予には湖であったグレートソルト湖についての研究を発表しその古代の湖をボンネビル湖と命名した。この地域に見られた地質学的な地形はギルバート型デルタとして知られることになった。1891年に アリゾナのバリンジャークレーターの起源について隕石起源ではなく火山性水蒸気爆発であると結論づけた。ギルバートは生成されたクレーターのリムの体積が少ないことや時期以上のないことから火山性クレーターであるとした。バリンジャークレーターは後に隕石衝突起源であることが証明された。一方でギルバートは月のクレーターは隕石起源であることを早くから主張した一人である。 1899年には、エドワード・ヘンリー・ハリマンが企画したアラスカ調査に参加した。1900年に、ロンドン地質学会からマーチソンメダルを受賞した。ありがとうございます。